先週国会が解散されました。総選挙です。この総選挙は一般の市民、普通の人の生活がかかっている選挙です。なぜなら自民党の一党支配とも言える、その状況により格差は広がり、株価は上がったかもしれません。しかし格差は広がり、そして生活に不安を抱える人が増えています。さらに将来希望を持てない、そういう方の声も聞きます。そしてコロナ禍はその傾向に一層拍車がかかりました。支援制度があるように見えて、たくさんあるように見えて、実は取りこぼし、そこから網の目から取りこぼされている方がたくさんおられます。そしてその規模も不十分です。一党支配によってここまで来たその状況を変えるためには、普通の人の声を届けるためには、この衆議院選挙において野党が与党に拮抗する必要があります。地方の声を、そして普通の人の声をちゃんと耳を貸すようにする、政府が地方の声に、普通の人の声に耳を貸すようにするためには、少なくともこの総選挙で野党が与党に拮抗する、迫るぐらいまで持っていかなければなりません。そして愛媛では私が衆議院で唯一の国会議員です。その野党の火を絶対に消さないという決意で、決死の決意で、私、来週のうちこの総選挙に臨みます。